きょんちゃん、もうそろそろ帰った方がいいんじゃない？もう朝の4時だよ。何時間飲んでると思ってるの？いいの、いいの。ああ、やっぱりここにいた。京子ちゃん、俺帰るよ。やだ、やだ。何言ってんの？飲みすぎだって。私、もっと飲みたいの。いい加減にしてくれよ。え？京子ちゃん。もう俺無理だ。別れよう。ちょっと、きょんちゃんを置いていかないで。いやいや、もう無理だから、お金も自分で払うように言って。ええ。きょんちゃん、どうするの？彼、怒って帰っちゃったよ。早く帰って謝った方がいいって。ね。よし、マイケ行こう。ええ。しまゆうのアトリエ。大手芸能事務所ホリプロの看板を背負う3人の女優の一人、深田恭子、綾瀬はるか、石原さとみとともに長年第一線で活躍している。そんな深田が芸能界入りしたのは中学2年生の時だった。栄光のグランプリを獲得したのは9番深田恭子さん。私がグランプリ？信じられない。加原朋美に憧れ歌手を夢見ていた深田、知人の勧めでホリプロスカウトキャラバンに応募。約2万人の応募者の中から見事グランプリを獲得した。翌年に女優デビューするや否や次々と話題作に出演し、主演の座を射止めるように。2021年に行われた色気がすごい女優ランキングでは井川遥や吉高由里子をしのいで2位を獲得。ふんわりした天然の癒し系を見事に演じたかと思えば、大胆でセクシーな一面も覗かせた。さらに奇跡のアラフォーとも呼ばれる肉体美と確かな演技力で芸能界でのポジションを揺るぎないものとしていたかのように見えていた。しかし、ではイチゴをいただきたいと思います。あ、イチゴ落としちゃった。踏みないでください。すごく甘みがあってさっぱりしていて美味しいです。顔はやつれ、目はうつろ、声もはっきりとは聞き取れないほどか細く、明らかに今までの深田恭子とは違っていたことに気づいた人も多かったこの会見。そしてその2日後、私ども所属の女優深田恭子ですが、昨年春頃から体調を崩しがちとなり、今月に入り医師より適応障害と診断されました。これにより当面の間治療を優先し、お仕事をお休みさせていただきます。突如事務所から発表された深田恭子の芸能活動休止。すでに決定していたドラマの主演もクランクイン直前で急遽降板しており、緊急性が高かったことがうかがえる。その事実もさることながら、人々の注目を集めたのはその理由とされた適応障害。仕事や人間関係などのストレスが要因となり、うつ状態に陥ってしまうというもの。人気女優深田恭子の身に一体何が起こっていたのか。映画のクランクインが延期？この前もドラマのロケが中止になったばかりなのに。エンタメは不要不急ってやっぱり本当なのかな。今は緊急事態宣言も出てるし、ドラマや映画は後回しっていうのも仕方のないことなのかな。もう私は世の中に必要とされていないのかも。元気出して。コロナが収まったらまた前みたいに仕事が忙しくなるよ。今は充電期間だと思ってね。2020年春頃から始まったコロナ禍の影響により、芸能界を取り巻く環境も一変。今までとは打って変わって仕事が激減したタレントも少なくはなかった。当然のことながら影響は給与体系にも及ぶことに。深田さん、もう私芸能界でやっていく自信がありません。そんなこと言わないね。今だけの辛抱だから。かろうじて決まってた仕事もコロナで全部パーになっちゃうし、給料だって減らされました。こんなんじゃ生活していけません。何のためにここにいるのかわからないんです。だよね。コロナで大打撃を受けたエンタメ界。年功序列の給与制であったホリプロも最近になって歩合制にシフトした。深田恭子ほどの売れっ子であれば多少仕事が減ったところで経済的なダメージは少ないだろう。しかしまだ駆け出しの若手タレントにとっては死活問題。深田の元へ駆け込んだ後輩タレントの姿を見る中で、自身の心もすり減らしていっていたのかもしれない。そしてさらに追い打ちをかける出来事が起きた。嘘でしょ。何かの間違いに決まってる。
2020年7月、ニュースで伝えられたのは三浦春馬の自死。後に続くようにその後の2ヶ月間で芦品聖、藤木隆、竹内優子もこの世から去っていた。特に芦品聖とは親交が深かった深田が受けた衝撃は計り知れない。そして深田への逆風はさらに続く。京子ちゃん、同じ事務所だから先に伝えておくけど、石原さとみちゃんが結婚することになったからね。そんな、さとみちゃん私より4つも年下なのに、私もうすぐ38歳だよ。どうして私は結婚できないの？出産のタイムリミットも近づいているのに。2020年秋に発表された石原さとみの結婚。当時深田には交際2年になる恋人がいた。その相手とは年商200億を稼ぐ男とも呼ばれる業界の風雲児、シーラホールディングス会長の杉本博之。当初から結婚を視野に交際を続けていた二人であったが、お互い多忙がゆえにタイミングを逃していたのだろうか。次々と深田の心をざわつかせる出来事が度重なったことにより発症したとも考えられる適応障害。京子ちゃん、もう復帰宣言しても大丈夫なの？早すぎるんじゃない？大丈夫です。映画のプロモーションもあるし、私またお仕事がしたいんです。京子ちゃん頑張り屋さんだからね。去年の休養前も撮影中に倒れちゃったことがあったし、事務所側もさすがに今はあの時ほど仕事詰め込んではないけど、ちょっと心配。4ヶ月近くの休養後、芸能界に復帰した深田。 CM などでは姿を見るものの、長期間拘束されるドラマや映画の予定は入っておらず、仕事のプレッシャーも以前ほどではないと言われていた。しかし杉本との結婚の話に依然進展はなく、深田を取り巻く根本的な問題は解決していなかった。最近京子ちゃん、暇さえあればお酒飲んでない？この前も渡部敦郎さん夫婦と焼肉行ってたのがキャッチされてたでしょ。あの時も朝から一人で飲み続けた挙句に合流してたみたいでさ、合わせて15時間ぐらい飲んでたらしいんだよね。仕事量が減って体が楽になったんならいいんだけど、その分お酒の量が増えたんじゃね。生活パターンも変わっちゃったみたいだよ。2018年秋頃から交際をしている杉本とは、結婚後の財産について事前に契約を交わすなど、同じ気持ちで将来を見据えていた。深田が休養中には深田の母と交代で24時間見守りを続けていたほど深い愛情を持っていた杉本。交際4年目となる2022年元旦のスポーツ紙では、年内結婚の文字が踊っていた。にもかかわらず、すれ違いの多い2人に具体的な進展はない。そんな中、深田は次第に酒に溺れるようになっていったのだろうか。あ、もしもし。その件についてはまた追ってご連絡いたします。はい、よろしくお願いします。上場まであと一息だ。気合を入れて頑張らないと。杉本の手掛ける不動産業はコロナ禍にもかかわらず過去最高の売上を記録するなど業績は好調。上場への準備を進めている杉本にとってはまさに重要局面であり、多忙を極めていた。ただいま。ねえねえ、起きてよ。私ラーメン食べに行きたいんだよね。ちょっと京子ちゃん、今帰ってきたの？そうだよ。っていうか朝の6時じゃん。こんな時間にラーメンって。今食べたいって思ったんだから今食べるの。ほら早く支度して。冗談じゃないよ。こっちは毎日忙しくて疲れてるっていうのに。趣味のゴルフをやめ、夜の会食も控えて仕事に邁進していた杉本。一方で毎日のように飲み歩き、自分勝手に杉本を振り回す深田。杉本は次第に二人の生活に限界を感じつつあった。乾杯。きょんちゃん、もうそろそろ帰った方がいいんじゃない？もう朝の4時だよ。何時間飲んでると思ってるの？いいのいいの。あー、やっぱりここにいた。京子ちゃん、ほら帰るよ。やだやだ。何言ってんの、飲みすぎだって。私もっと飲みたいの。いい加減にしてくれよ。京子ちゃん、もう俺無理だ、別れよう。ちょっとキョンちゃん置いていかないで。いやいや、もう無理だから、お金も自分で払うように言って。キョンちゃんどうするの？彼怒って帰っちゃったよ。早く帰って謝った方がいいって。よし、もう一軒行こう。ただいま。京子ちゃん、自分が何をしたか分かってるよね？
こんなことが続くようなら僕はもう君とは一緒には暮らせないよ。ちょっと待って。前も飲みすぎだって注意した時、もうしないって言ってたじゃないか。ごめんなさい。でも今は絶対に別れたくないの。お願い、もう絶対に朝まで飲んだりしないから。深田の周囲の説得もあり、もう一度だけ本気でやり直すことを約束した杉本。しかし危機的な状態は依然続いているとも言われている。結婚間近と囁かれていた二人の関係は一変、次に同じようなことが起きれば二人が共に歩む未来は閉ざされるだろう。これを機に飲酒を控えるようになった深田が最近ハマっているのがウォーキング。復帰後はセーブしていた仕事も本格的に女優としてドラマや映画への活動を再開する予定だという。苦難を乗り越えた二人に明るい未来は待っているのか。女優深田恭子の今後に公私とも目が離せない。